ギターミュージックスクールのギター講師をやっています、りょういちろうです。今回の動画では、ハンマリング、トップリング、これについて解説していこうと思います。まずですね、このハンマリング、トップリングっていうのはどういった時に使うかって言ったら、フレーズを滑らかに聞かせてあげたい時によく使われます。ギターでね、音を出す時っていうのは、基本的に右手で持ってるピック、これでピッキングをして音を鳴らすわけなんですけども、ハンマリングプリングはですね、ピッキングをせずに左手の力だけで音を出すわけですね。そうすることで、フレーズをものすごく滑らかに聞かせてあげることができるっていう特徴があります。じゃあどんな風に聞こえるかって言ったら、例えばこういうフレーズがあったとします。っていうフレーズがあったとします。で今のはすべて、一音一音ピッキングをしていったわけです。で、これを全く同じフレーズをですね、今度はハンマリングプリングを交えて弾いてみたいと思います。っていう感じです。聞き比べてもらったらわかると思うんですけども、ハンマリングプリングっていうのを入れていった方がフレーズでものすごく滑らかに聞こえたと思うんですよ。で、これはね、どちらがいいっていうのはないんです。曲の雰囲気とか、フレーズの雰囲気、そういったもので使い分けていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ハンマリングの弾き方なんですが、ハンマリングは低い音から高い音に滑らかに弾く弾き方になります。例えば、3弦の5フレットから3弦の7フレット。弾くこういう2つの音があったとすれば、3弦の7フレットの音を右手でピッキングをせずに、左手の薬指の力だけで、弾く弾き方になります。で、この時のポイントは、左手のこの薬指をですね、弦を指で叩くというイメージではなくて、弦をフレットにぶつけるというイメージで弾いてもらうといいと思います。このような形です。で、この時に気をつけてほしいのが、左手でハンマリングして弦に触れた時に、そこまで力を入れなくてもいいです。逆に力を入れすぎるとピッチが悪くなってしまうんですね。どんな感じになるかって言ったら、こういう感じで、音がね、ちょっと気持ち悪く聞こえてしまいますので、そんなに力を入れる必要はありません。ある程度ね、勢いをつけて、弾いてもらっていいんですけども、その後にね、弦を強く押さえる必要はないので、そこだけ気をつけるようにしてください。プリングなんですが、プリングは今度は逆に高い音から低い音にスムーズに音を鳴らす弾き方になります。で、この時のポイントは、プリングで、弦から離す時に若干弦にこの薬指を擦りつけるようなイメージで離してあげるといいと思います。で、その離す時も、こう上に離すんじゃなくて、下に、こう弦を擦りつけるような感じで弾くと、綺麗に音が鳴ります。このような弾き方になります。最後に、ハンマリングとプリングを融合したトリルというものを紹介しようと思います。トリルというのは、そのハンマリングとプリングを交互に弾く弾き方なんですね。で、この時のポイントは、左手の力は抜きましょう。そして、むやみやたらに連打するのではなくて、ゆっくりでもいいので、しっかり音を出すようにしてあげましょう。どのように弾くかというと、という感じになります。このね、ハンマリングプリングのトリルは、左手の強化にもつながりますので、今薬指だけでやったんですけど、これをね、中指、薬指、小指みたいな順番でやると、結構ね、左手の練習になりますんで、やってみるといいと思います。こんな感じですね。はい。このようにやってみるといいと思います。ライトギターミュージックスクールでは、
オンライン無料体験です。お申し込み受付中。ギターオンラインレッスンライトギターミュージックスクールでは、スカイプ通話を利用し、パソコンの画面越しにリアルタイムで講師と一対一の対面で受講できる最先端のレッスンです。わからないフレーズや曲があれば、講師が実際に見本演奏して丁寧にわかりやすくレッスンしていきます。具体的なレッスンがパソコンさえあればいつでもどこでも可能です。学生さんから大人の方まで、様々なジャンルのギターレッスンをパソコンのオンラインで楽しむことができます。いつでも生徒の皆さんにご満足していただけるように、責任を持って一生懸命ご指導させていただきます。24時間対応のオンラインレッスンになっておりますので、早朝レッスン OK、 深夜のレッスンも OK です。だからこそ時間帯を選びません。時間がない方でも自宅で気軽にレッスンが24時間いつでも受講できる、とっても便利なサービスです。オンラインレッスンはこんなあなたにおすすめです。ギターをもっと上手くなりたい、初心者でゼロから教えてほしい、仕事学校が忙しくて教室に通えない、自宅の近くに教室がない、自宅で気軽にレッスンをしてほしい、一人の練習だとはかどらない、深夜早朝の時間帯にレッスンが受けたい、最安値のオンラインレッスンを探している。オンラインレッスンで必要なものは、パソコンをお持ちでインターネットがつながっていれば OK です。オンラインレッスンだからこそ、誰でも気軽にギターを始めることができます。ライトギターミュージックスクールのギター講師をやっています良一郎です。ただいまオンラインギターレッスンでは無料体験レッスンを実施中です。オンラインレッスンを受けてみたいけど、いきなり入会は少し不安、オンラインレッスンってどんな感じなんだろう、講師の人は一体どんな教え方をしてくれるのだろう、そんな心配や不安がある方は、ぜひ一度無料体験レッスンにご参加ください。今の悩みや全く楽器に触れたことがない人でも、一から丁寧にご説明をさせていただこうと思います。まだギターを持っていなければ、ギターご購入のご相談にも乗りたいと思っております。独学だけでは習得しづらいテクニックや正しい弾き方を効率よくお伝えしていこうと思っておりますので、悪い癖もつかず最短で上達していけるようにレッスンしていきたいと思っております。無料体験レッスンのお申し込みは、こちらのフォームからメールアドレス、お名前、スカイプアカウントをご記入ください。そして年齢の選択、ギター歴の選択、習いたい楽器がエレキギターなのかアコースティックギターなのか選択、体験レッスン希望日時の選択、そして教えてほしい内容や曲をできるだけ詳しくこちらにご記入ください。そして登録ボタンを押して登録完了です。無料体験レッスンは30分となっております。教えてほしい内容や曲はできるだけ詳しくご記入ください。全くの初心者で何がわからないのかすらわからないという方でも、素直に今の現状をお伝えください。時間帯は24時間いつでも構いません。確認後24時間以内に返信させていただきます。ギターは本当に楽しい楽器になってますので、皆さんと一緒にですね、そのギターをこれから楽しんでいけたらいいなというふうに思っております。それでは無料体験レッスンのお申し込み、心よりお待ちしております。